んまだチラシがいっぱい入ってるな皆さんのポストにもチラシ結構入ってませんかこのチラシポイッとゴミ箱に捨てるだけじゃちょっと芸がないじゃないですかこのチラシでちょっとひともけしてみませんかというのがねこのチラシを集めてお金をくれるよ っていう風なところがあるんですよ皆さんのお宅にもポストにこういうのが届くと思うんですけどもこれをお金にしてみませんか今回のメンバーシップはそんなお話ですはい、えー、そっか次回の久保ですちょっと外で小芝居してたんでね寒かったんですけども芝居じゃないんですよ本当にねポストに入ってるチラシがお金になる話ってあるんですよまあ言ってみればゴミがお金になるんですよねまあゴミがお金になるっていうのは広い意味で言うとねこれ動画をご覧の皆さんも そういうのはあるよねって思ってあると思うんですよでもポストの中にポスティングされてるものがお金になると思ったらどうですかいやこれはねメンバーシップでお話ししますんでメンバーシップの方ご覧いただければと思いますえメンバーシップってのはですね私即課塾の久保があの会員限定でお届けしてる、まあ、情報倉庫というものですこの情報倉庫には一発で、えー、まあいくらか儲かる話ってのがね 入ってるんですけども、メンバーシップの会員って月間390円なんですよ。で、メンバーシップの情報ってのはどれ1個取っても楽に390円以上儲かる話ばっかりです。で、それを使って儲けてほしいのもあるんですけども、皆さん情報発信のネタに困ってらっしゃると思いますんで、お得な情報をね、詰め込んでお届けしますから、それを皆さんのメルマガとか SNS 発信とか、LINE アッとかでね、どん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 ,、うん、情報発信していただいて、で、 ファンンを集めてて、てしいいなと思っっ、えー、このの情報倉庫メンバーシップっていうのをやっております、えー。今回はですね、ポストの中に入っているチラシをお金にする方法ですね。<laughs> いや、そんなね、家にあるゴミを送って報酬がもらえるなんてそんなね、バイトがあるんかって言われちゃいますけども、昔からあるんですよ、こういうの。だから知ってるか知らないかだけで疑う人が出てくるんですよ。私もね、あのー、今までもずっとやってましたからね。 何度か人にもお知らせしたことあるんですけども、こんな簡単なことでもね、やらない人がいるんですよ。私ね、10人が10人やるかと思ったんですけども、百発百中で、や、やってみようかってい人いないんですよね。だからこそ、この場合と、まだまだ求人が続いてるんですよ。どうですかね在宅して、自分の家で何もせずに、ゴミが届くのを待つだけ。いい話だと思うんですけどもね。まあ、メンバーシップでご覧ください。まだメンバーシップじゃない方はね、えぜひ、この情報だけでも、 あのお得だと思いますんでメンバーシップ1ヶ月でもいいから入ってみたらどうですかね。はいいじゃあよろししくお願いします